テンプレート、日本の高等学校はゆえ、お桜林高等学校は、千葉県千葉市若葉区桜木北一丁目にある私立高等学校。通称は、桜林。金合学園高等専修学校として開校。金合学園高等学校への改装を経て、現在の校名になった。校訓を、自己確立自他とも楽と定め、見学の精神を、 少林寺拳法の理念を取り入れた教育により、自己確立、自他とも楽を図り、日本国及び国際社会に貢献しうる人材の育成としたり、重点部活動に少林寺拳法を位置づけたりするなど、教育理念の背景に少林寺拳法の影響が大きい。学習指導単なる詰め込み教育や、大学受験指導ではなく、確かな学力は人生を生き抜くための自信と力と、 なるという考えに基づき、チャレンジチェンジを目標としている。また、以下の取り組みも実施している。生活指導、社会生活の基本は挨拶と位置づけ、規律規範意識の育成を重視している。震度指導、震度指導の目的を、これからの自分の人生設計を、計画的、継続的に考えられることとしており、情報提供のための各種震度セミナーの実施や、 定期的な進路希望調査や年次ごとの進路適性検査、さらに自分の考えを明確にするために書いて考える進路を導入している。ありがとうございます。